はい、ではじゃあ続きをやっていきます。回帰分析とモデル選択の続きです。連絡事項ですが、ウェブクラスにちょっとだけ直したスライドと、あとコード、それほど難しいコードじゃないですが、ちょっと例題のコードみたいなのを書いたのを置きましたので、ウェブクラスの多分一番上のところにあると思いますので、コード、回帰分析とモデル選択というのがタグがついていると思うので、その ZIP ファイルをダウンロードして回答してください。それ使います。はい。それでですね、そんなもんかな。それ回帰分析とモデル選択の続き。で、前回回帰の話と、最適化の話、最適化の観点からの回帰分析の話をしました。それでですね、ここら辺、何度もやってるように回帰問題におけるハズレ値の問題と、それをロバストにする方法。そして前回このあたりで終わったのかな。最適化問題としての回帰問題というところで、最小二乗法という話と、で、これは解析的に求まる場合と、数値的な方法として勾配効果法、グレーディエントディシェントという方法を説明しました。で、この行動の説明をしているところ、この行動の方法を説明している途中で終わったと思うので、まあ、ここをちょっと軽く復習しながらやっていきましょう。で、前回この最適化の話をして、ここら辺はいいとして、ちょっと fmin サーチの話をしたんで、ちょっと今日もfmin サーチを使ってみましょう。それで、ここら辺からちょっと復習をすると、何か、データを説明するときに x の変数を f という関数を持ってきて、それで入力 x のときに答え f を出すんだけど、そのパラメータを最適化する。この場合、線形回帰モデルって、ベータに関して線形の場合を考えています、ね。ベータ0とベータ1というのがあって、それをデータに合うように、データとの誤差を最小にするように、ベータの0とベータの1を決めましょうという話をやりました。で、これをもうパラメータを増やしていくと、こういうふうにもできるという話をしていきました。で、まあ、こういうの、統計で多分やったのかなと思いますが、統計、確率統計、1年生でやるかなってやったと思うんですが、まあ、一般にこういうふうに、パラメーターに対して線形ではなかったり、この2乗でなかったりすると、この誤差関数が2乗でなかったり、このパラメーターに関してこの関数が線形でなかったりすると、一般的に解析解を求めるのは、難しいというか、一般的には無理です。そこで数値的に解くという方法をします。数値的に解くというのは、近似解でもあるんだけども、数式としてこれが、数字としてそのベータの値を決めてデータにフィットするように、最適に説明するような、最適なベータの値を決めましょうという数値的な方法として、非線形回帰問題とその解法の勾配効果法を説明しました。で、この場合ですね、これだからベータが、ベータに対してこの関数が線形でない場合、こういう時困るわけですね。そしてまあこれ2乗にしてますが、一般的に2乗じゃなくても構いません。他の関数でも今までやってきたように LP ノルムでも構わないです。で、勾配法は基本的に、この変微分が0、これをベータで変微分して、ベータのが、M 個あるとすると、そのベータで変微分したその微分係数が0になるような、ベータの値を求めましょうと、これ、高校の時にやった、まあ、微分して0をすると極値が出るってやつですね。それをちょっと今、これ、M 個の変数があるので、ちょっと複雑に見えるけれども、それをこういうふうに解きましょうという話をしました。で、ちょっとここのところ難しかったかもしれませんが、学習係数デルタをどう決めるかというので、デルタが小さいときにはこういうふうに、F という関数をテイラー展開して、このデルタを変えることでこの勾配の方向に変化させるわけだけれども、
デルタをどういうふうに取るか、デルタの取り方によって、うまく収束したりしなかったりするという話をしました。で、デルタが小さすぎると収束が遅いし、大きすぎると破産してしまう。なので、程よい大きさのデルタを選ぶ必要があると。で、デルタがそれほど大きくないという条件の下では、テーラー展開をして前回のようにこういうふうに求めることができたというのを前回導出しました。で、それを数値的にやろうとしたのが前回ですね。で、まあ、そのデルタの、デルタが小さいのと大きいのの、意味ですね。デルタが小さすぎると収束は遅いし、デルタが大きすぎると発散してしまう。で、まあ、デルタがこう、振動的に収束する場合もあるけれども、望むべくはあんまり振動しなくて、なるべくこういうふうにストンといってほしいというのが、デルタの、うまい選び方ですね。それを一つの方法として、ラインサーチという、方向を決めて、その方向のところで、どこが一番関数の最小値を与えるかというのが、ここでしたね。ここから、この話というのは、ここに、こういう関数形、これ関数等高線ですね。ここの方が底になってて、ここを見つけたいわけです。で、等高線、いいですね、等高線で。これは関数が一定の値の等高線を書いていて、まあ、谷底というか、ここになんかこういうふうに底があるわけですね。で、もし今、x というのがここにいたとすると、ここの勾配というのは等高線に直交するので、こっち方向、今青い点線で書いた方向ですね。で、これが、こっちの方向が、勾配の負の方向。勾配の正の方向はこっちですね、上る方向です。で、勾配の下る方向なので、マイナスグレーディエントの勾配の方向に行くと、こっちの方向に行く。で、こちらの方向に行くというのは分かってるけど、じゃあデルタをどうやって決めるかというのが分からないわけです。で、デルタが小さすぎると、なかなか収束しないし、デルタが大きすぎるとこっちの方に行ってしまうというので、デルタをいい値に選ぶ。で、この場合には、デルタを、先ほどの前回やったように、テーラー展開して最適なデルタを決める方法もあれば、テーラー展開せずにこれを数値的にエイヤと、解いてしまう方法もあります。その2つの方法ですね。テーラー展開を使ってやる方法と、あと数値的にやる方法。で、この場合、一般的にはこれ今2次元、この関数というのは x と y の関数なので2次元の関数なんだけども、このラインサーチの方法というのは方向が決まっているので、デルタのこっちの方向にどれぐらい行けばいいかという1次元の問題になるわけです。なので、ラインサーチ法にすると、最適化の問題、m 次元の最適化を一旦1次元のここだけ探すというこの方向を決めて、この方向で最小になるものを探しましょうというのがラインサーチ法です。それを繰り返していって、最終的にはここら辺に行きたいというのが、勾配効果法の、考え方です。いいですかね。前回ここの計算をしたんだね。ここまでこれを計算しました。で、デルタが小さいというのはこの方程式を微分してデルタで0になるときに、デルタが小さいという条件で解いて、デルタの2次の項は無視している。例えばこれデルタが 0.1 だったとすると、デルタの2乗というのは 0.01 になるので、無視してもいいぐらい小さくなっているだろうと思う。そうすると、ここをこういうふうに無視して、そしてデルタについて解いてあげると、こういう式が出てくる。というのが、前回、数式ちょっとやりましたね。で、これを使う例と、数値的にやる方法と、後で見ていきましょう。で、これは良かったかな。前回説明したやつだね。
で、ここら辺、この例をちょっとやってみたらいいと思うんだけれども、グレーディエント・ディーシェントのドット M、このコードですね、このコード、このコードを使って、例1では x2 乗足す 3y の2乗、そういう等高線を書くとこんな風になります。こっちが x でこっちが y ね。それでこれが等高線になって、ここら辺が底になっています。そして、これは例2のやつで、2つのエクスポネンシャル、これマイナスがついてるので、エクスポネンシャルのガウシアンの、2つですね、2山というか2つの谷がある。で、ここにマイナス 1.6 という係数があって、あるのであります。そしてこっちのエクスポネンシャルの時にはマイナス1があるので、こちらの方が深い底になります。ね。ここが、ここのエクスポネンシャルに対応する図というのは、ここになります。で、ここがマイナス3のマイナス3ですね。マイナス3とマイナス3のところに、深い底がある。もう一つ、ここのところは3と3のところに、x と y が3と3のところに、ここですね、ここのところに底がある。で、この深さは1で、マイナス1。この深さはマイナス 1.6 なので、ここが最小値になって、ここが極小値になります。で、数値解の時に、この極小と最小の話が後でちょっと見ていきましょう。いいですかね。これを、こう、グレディエントディーシェントで例えばここから行ってこう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 行ってここに収束するとか、ここから始めるとこう行って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 収束するとか、こういうのを見ていってみましょう。で、まず例の1、例の1の場合は、この関数の最小化をするというのが書いてあります。で、この関数の最小化の、コードが書いてあります。これ、グレディエントディーシェントで解いてるやつです。で、最初が3と2という値から、x と y が3と2というところから始めて、関数の値が、この関数の値を計算してるわけですね。それで、デルタの値を、この前回導いた、この最適なデルタの値を使って、x の2乗プラス 9y の2乗割る2の x2 乗足す54の y の2乗というのがこれですね。これをここに素直に書いている。そして、これがアップデートルールですね。これは x の y に、自分の値にデルタをかけて、グレディエントをかけている。グレディエントがどっかで前回計算したと思うんですけど、これこの、グレディエントの式を書いて、ちょっと前後するけど、この式をコードに書いたのが、今の、この式を、この更新式ですね。今の自分の値に、マイナスをつけてデルタをかけた勾配をかけるという式が、この式になっています。この式になっています。そして関数の値をアップデートして、そして何回やるかというと、まあ10回繰り返すか、もしくは、これ J っていうのはダミーというか、繰り返しのやつで K って書いてましたね。こっち J って書いてますね。10回繰り返しなさい。で、それで10回これを繰り返して、そして、もしその繰り返しの途中で、アップデートした関数と1個前の関数がすごく小さな値しか変化しなかったら、もうこの繰り返しをやめていいよって言って、収束条件ですね。つまりこれ、このアップデートした値でも関数の値が変わらないってことは、もうそこに来たってことですね。そこに来たので、そこに来たのが見つかればもうやめていいよと言って、このフォーループから出てきなさいというのがこのブレイクですね。まあこれ、マトラボの、この言語マトラボですけど、Python とか、他の言語でも同じようなものがあると思うので、そんなに難しくないと思います。で、やってみると、ここが3の2だったんだっけな。ここが
3の2だったんですね、多分。それで1回目、2回目はここに来て、3回目はここに来て、これが3回目。で、4回目、5回目、6回目。谷底にこういうふうに降りていってますね。で、同じ図、これを3次元的に解いてます。で、これ見方いいよね。こっちが y で、こっちが x だと思いますね。そうですね。こっちが x 軸で、こっちが y 軸。それで、縦軸がこの、関数の、面になっています。それで、下のところに等高線を書いています。で、こういうふうに降りていって、こういうふうに降りていって、こういうふうにここに降りて、ここに、こう、ここ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 って言って繰り返していって、ここに収束する。これ、まあ、ほとんど4回、5回ぐらいで収束してますね。5回ぐらいかな。で、同じ、数値計算を真上から見てみましょう。真上から見るとまたちょっと違うので、見てみましょう。でここ 3x が3で y が2のところから始めて、ここが初期1回目。そして1回アップデートするとここに行くと。そして2回目アップデートするとここに行くと。3回目アップデートするとここに行くと。4回目アップデートすると。こう、それでここら辺。もう 6で収束してるかな。で、ちょっと見てもらいたいのは、ここに行ってここまで行った。これがアップデートしたやつですね。そして、次にどこに行くかというと、こっちに直行した方向に行くわけですね。この方向とこの方向が直行していた。しているということにちょっと注目してください。で、こう行って、こう行って、ここに行って、この次の方向も直行している。で、次の方向も直行している。まあ、こう、90度、90度なしてるわけですね。スタートの方向が。で、それは、また数式ちょっと前後するんだけど、さっき の最適のデルタを求めるときに、ここのところ、最適のデルタを求めて、これが最小になるという条件を見てましたね。そうすると、ここが、K 回目のアップデートの方向で、ここが K プラス1回目のアップデートの方向でした。いいですね。これ、変化させる方向はこっちの方向で、で、これが K 回目。K プラス1回目にアップデートするときはこっち。で、これはベクトルですね。これもベクトル。そして、これの点値を取ったのが0になりなさいということは、K 回目のアップデートの方向と K プラス1回目のアップデートの方向は直行しているというのが、最適なデルタの条件でしたね。最適なデルタを選ばないとこの直行条件にはなりません。で、これを、こういうふうに、この最適なデルタをこの選んでいるので、この前の方向と次の方向で、サーチの方向が直行しているということになります。それがこの図で見えますね。で、こういう、数式で出したものと数値計算で出したものがちゃんと対応ついているかどうかっていうのを見てみる癖をつけるといいと思います。そういうふうに考えると、数式ではこう期待されるけど本当に数値計算でこうなるかなと思うと、なるべきなんですけどならない時があります。それは、数式が間違ってるか、コードにバグがあるか自分の頭が悪いかなんかいろいろ確認するところがあるんですよね。で、ちょっと余談になるけども、こういう、数学だけやってると間違えるし、コードだけやってると、じゃあそれはなんでうまくいったのかよくわからない。で、この講義では、そこまで深いことは言ってないんだけど、数式とコードを見比べてみて、数式で期待されるようにコードが動いてるかなっていうのを、実験的にやるといいと思うんですね。で、まあ、最初に言ったかもしれないけど、僕が学生の頃はあんまりこういう数値計算の、環境がそんなに良くなくて、一人一人にパソコンなんてなくて、計算機センターに行って、端末の前でフォートランとかパスカルとかやってた時代なので、あんまりこういうことをやらなかったんだけども、皆さん今一人一人でいいパソコンあるので、この数式で出たものと、数式で導いたものと数値計算で
出たものが対応するかどうかっていうのを考える癖をつけると、プログラミングのバグも減るし、数式の理解も進むと思うんですね。まあちょっと余談ですけど、ちょっとまあこうやったらいいかなと思うんだけど、数式で、出てきたものと、こうコードで動いているものが対応できつけられるかどうか、つけられるはずですよね。同じ数式を使って出しているわけですからね。で、そういう数式とコードの対応っていうのをちゃんとつけられるようになると、こう数式を理解した上でコードを書いて、でコードが間違っているのか数式が間違っているのか、何が間違っているのかっていうのが比較的原因が見つけやすいんですね。と思うので、数式とコードの対応をつける習慣、考える習慣をつけてみてください。はい、余談です。で、この例だと、こういうふうにラインサーチをしてデルタを使って最適なデルタを使うと、このサーチの方向がこうやって繰り返しのたびにこう直行していくというのがちゃんと見られましたね。これは数式と対応しているというところです。で、これがここまでいいですかね。この場合にはこのデルタというのはこれは二次関数だったので。さっきデルタというのはこの近似だと言いましたが、二次関数の時にはこの関数が2回微分までしかないので、このデルタは近似ではなくて最適値になります。3回微分ないからね。これ3回 X 微分したり3回 Y 微分したり0になるから、テイラー展開が2次で止まるので、いいですかね。デルタの計算がこれはこの二次関数の場合にはこれが正確な値になります。で、この場合は、しかもそんなに難しくない計算でこういうふうに出すことができます。一方、例のもう一つの方は、f の x の 2-1.6、こう、エクスポネンシャルの2つですね。このマイナスのエクスポネンシャルとマイナスのエクスポネンシャルがもう一つあると。で、それを、アップデートしましょうと。というときに、今度は、デルタを最適化する。さっきの学習係数を最適化するときに、F ミンサーチといって、F ミンサーチで使いましたね。こう数値的な最適化。この関数を、最適化しなさいという方向。つまり、これは数式で書くと、ここのところで何をやってるかというと、この値、この勾配に従って、勾配に沿って動かしていったときに、どこでこの関数が0になりますかというのを解いてもらって、それを数値的に解いてもらっている。というのが、この式を、これを、ここは F ミンサーチにしているわけですね。F ミンサーチでこの方向に変えなさいというのを計算しているのが、ここになります。で、このデルサーチというのがその関数になっています。その先ほどの、勾配に沿って、関数をこうやって x を変化させていったときに、どこで最小値になるかというのを、与える関数を書いてます。前回ここのデルサーチがないというのがありました。ちょっと名前変えてもらったらできたのかな。できるようになったかな。で、それでこれでデルタを探して、デルタが見つかったら、x のアップデートを前の値にマイナスかける勾配をかけるということをしていって、そしてこれを繰り返していくと、できると。まあ同じことやってますね。で、これなんでこの非線形なので、この2回微分しデルタを求めるのがちょっと複雑なので、それを数値的にやってしまおうという考え方です。で、実際見てみると、これは面白いんですが、まあ、ここから始める。で、これちょっと、初期値を3箇所取ってます。こことここと、ここ。この青と、これ、ちょっと紫っぽいやつね。マジェンダかな。マジェンダと赤があって、そこから始めると、ここから始めましょう。ここから始めましょう。ここから始めましょう。そうすると、こういうふうに1回目、1回目。1回目、で、2回目、2回目、2回目。で、アップデートしていくとこうなる。そうすると、見てわかるように、勾配法っていうのは、
自分の近いところ の谷底を探すと。で、この青とマジェンダで始めると、最初を見つけることができるんだけど、たまたま最初さ、あの赤でのところから始めてしまうと、こっちの極小の方にトラップされてしまう。こっち最小じゃないですね。極小の方にトラップされてしまう。なので、こういう勾配法のは簡単で分かりやすくていい方法なんだけれども、こういう極小界に捕まりやすいという、欠点が知られています。で、それを、いろいろ改良する方法もあります。で、これよりも上から見た図があるのかな。上から見た図、あ、そっか。上から見たのが、あ、上から見たのがこれか。ん？あれ？上から見たのなかった。まあいいや。こんなふうになります。で、で、まあ、その、勾配法の、まあ、弱点というか、気をつけないといけないところは、今言ったように、この、局所界に捕まってしまうっていうところがあるって言いました。で、一つの方法は、一つよく使われる、簡単でよく使われる方法は、初期値をいろいろ変えてみる。初期値をこうやってランダムに変えてみると。で、いろんなとこから始めてみると。そして、そのいろんな初期値から始めた中で、最小値、その、ここに捕まってしまった回があるわけですね。で、ここに捕まってしまった回がある。で、どちらがいいかといえば、簡単ですね。この最初、最後に収束した回のここら辺で、その関数の値を計算してみればいい。こっちの方が小さい値で、こっちの方が大きい値になっているので、こっちの方が極小回で、こっちの方が最小回になっているということは、すぐ簡単に決められますね。なので、こう、適当にいっぱいいろんなところから始める。ここ3つでしたけど、これをいろんなところから始めていって、そして、その最後に収束したときに、その収束したところでどこが最小を与えるかというのを比較してあげれば、どれが極最小、少なくともそのいろいろ探してみた中ではここが最小ということは言える。他のところにあるかどうかというのはわからないけれども、少なくともちょっとそういういろいろ調べてみたということは言える。ので最小回を探すときにこう初期値をランダムに振ってみていろいろ繰り返してみるというのが一番簡単で、それでも有用な方法ですね。まあちょっと覚えておいてください。で、これでだいたい勾配法は終わったんですが、この2次元の場合にはそれほど問題にならないんですが、ここでちょっと一言だけ、オルタネイティングディーシェントメソッド、交代勾配法っていうのかなっていう方法があって、それは X の方向と Y の方向をこの方、これだったら例えばここから始めて、X を固定して Y だけ変化させる。で、この場合だと XY を固定して X だけ変化させる。変数が複数あるうちの一つだけ変化させて、他を固定させて、一つだけ変化させて最適化するという方法もあります。で、二次元の場合にはそれほどやらなくてもいいんだけれども、例えば、これが、この次元が高くなったときには、この方法がよく使われます。いっぺんに M 個の変数を最適化するというのが難しいときがあるので、一つずつ変えていくと、この一個一個の計算というのは楽になります。その一個一個の計算を楽にして、その代わり、その M 項の変数を順繰りに、他を止めて、M-1 個の他の変数を止めて、一個だけ変えてみようというのが方法があります。あれ、なんか同じスライドが2枚ある。で、いいですかね。で、グレーディエント・ディーシェントって解きました。で、今、グレーディエント・ディーシェントって解いてみたんですが、もちろん、F ミンサーチで解いてもいいと思います。で、ちょっと、すごく、3分ぐらいで書いたんだけど、F ミンサーチというの、今日、先ほど言ったウェブクラスに
コードを置いてあるので、ちょっと、まあ、これも見てみてください。同じ問題を解けます。だからこれが、ファンクションの X という、ファンクション1というのを、これ、インライン関数というか、関数として定義しますね。X の X1 の2乗と 3X の2乗と、これですね。この式 を最適化したいと。そして、fmin search をやって、その、この関数で、その初期値として3と4から始めなさいというと、まあ、あっという間に解けて、まあ、数値的にちょっと残ってしまうけど、ほとんど00のところに、原点のところに出ます、ね。ちょっとちっちゃいのは、収束条件のせいだと思います。で、もうちょっとこれを0に近づけたければ、オプションをつけて、収束条件を厳しくするとか、繰り返しの条件を増やしてあげるとか、いうことを入れればいいと思いますが、とりあえず基本的にはこれでいいです。で、これも同様で、F、このエクスポネンシャルの指数関数の、関数の最適化、これはこのファンクション2というのは、このエクスポネンシャルの関数を素直にこうマトラボの式に書きましたと。で、そして、fmin search、この関数を初期値マイナス1とマイナス1から最適化しなさい。とすると、マイナス3とマイナス3のあたりに出てくるし、11のあたりからやる、同じ計算をするんだけど、初期値を変えて、X と Y が11のところから最適化すると、3、3、3 の、浅い方向にトラップされてしまうわけですね。さっきの図でいくと、ここら辺から始めた場合には、こうやって、ここを見つけてくれるんだけど、多分ここら辺からやると、ここら辺にトラップされてしまう。というのが、fmin search の、この初期値のこことここの違いで、答えが違ってしまう。これは答えが違ってしまうのは、その探しているところの出発点が違うからですね。ここを気をつけてほしいと。で、これ、こういう方法、この勾配法っていうのは非常に簡単なんですけども、一番分かりやすくて、もちろんいろいろ改良の方法がずっと提案されているんですが、一番簡単な方法でして、ニューラルネットワークをやったことがある学生さんであれば、この学習法ですね。この学習法、この学習というか、この最適化方法というのは、ニューラルネットワークの、誤差逆伝播法、バックプロパゲーション。みんなディープラーニングとかやってる人がいるかなと思うんですが、まあ、多層のニューラルネットワークの時に、の学習法として知られている誤差逆伝播法というのも、あとは確率勾配法というのも、基本的にはこれです。微分しましょうと。微分して微分の方向にマイナスをつけて、パラメータを変えていきましょう。ニューラルネットワークの場合には、その、層ごとのウェイトなわけですね。層のウェイトなわけですね。その層のウェイトを変えるときに、こういうふうな学習速度を使って、基本的にというか、一緒です。全く一緒です。これで、ニューラルネットワークの学習がやられています。まあ、もちろん、ニューラルネットワークのいろんな学習法があるんだけども、誤差逆伝播法とか確率勾配法というのはこれです。で、多分この講義の本当に最後の時かな、ニューラルネットワークの学習法についてちょっと話して終わりにしたいと思ってますが、まあ、なのでちょっと覚えておいてください。で、これでいいかな。で、ちょっとこれで、まあ、10分ぐらい演習をしてもいいかなと思うんだけど、前回走らせてくれたと思うんですが、まあ一応確認のために、これを走らせてみましょうと。で、ですね。まあ、ウェブクラスにこのデモ、fminsearch.m というのを置いたので、これも見てみてください。で、これを走らせると。で、これを走らせると。で、前回やったと思うんだけども、gradient.m かな。gradient.descent.m。これですね。これで、ちょっとこれ、コードがごちゃごちゃして分かりにくいんだけども、これそうだね。ここのところで、この
x2 乗たす 3y の2乗の最適化のコードのところで、これはラインサーチで決めたあのデルタの値を使っているんですが、こういう最適の値の代わりに何か、違う値のデルタを使ってみる。ちっちゃい値、0.1 ぐらいだといいと思います。0.3 か 0.4 だと発散します。っていうのを走らせてみてみてください。で、じゃあまあ、40、どうですか？今質問があれば。今じゃあ質問がないかな？大丈夫？ければ、ここを一回走らせてみましょう。で、前回エラーが出たという学生さんがいて、それちょっと聞き逃した人のために、このエクスポネンシャルの関数のところ、コンピューティンググレディエントウィズ F ミンサーチのところで、このさっきの del F ミンサーチ、この F ミンサーチの、デルタを F ミンサーチで探しましょうというときに、del サーチの関数がないというエラーが出た。それで前回その話をしたんだけど、一応確認のためにどれだっけな、これか。あ、そっか。なんか、この、ですね。この関数、というか、このスクリプト。CH の04のセクション02の2のデルタサーチ.m というのが、これが実はデルサーチになっています。で、なぜかこれ、マトラボの、決まり事として、ファンクション、これファンクション M ファイルですね。ファンクションから始まっている M ファイル。ファンクションから始まっている M ファイルは、この関数名とそのファイル名を同じにしないといけないので、これを名前をつけて、例えばこれをセーブアズにして、これをデルサーチにしてセーブし直せば、デルサーチという関数ができます。で、デルサーチという関数。そうすると、このデルサーチという名前で、この同じものができるので、もしデルサーチがないというエラーが出たら、それをやってください。先ほどのこの関数、この M ファイルをデルサーチというファイル名にしてセーブし直してください。じゃあ、まあちょっとこれやるだけなので、前回もやったんで、そんなに時間取らずに、じゃあ45分まで。ちょっと走らせてみましょう。質問がなければちょっと10分演習しましょう。大丈夫ですか？じゃあ質問がなければちょっとここで演習にしましょう。じゃあ45分まで。